yesterday, there was sun and there was rain, beauty in the mundane。どうもこんにちは、モノグラフの堀口です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。僕は月に1回月刊モノグラフっていうライブ配信、生配信をしてるんですけれども、その時にですね、まあ、この映像が綺麗ですねとか、あとこう音声がね聞き取りやすいですっていう風にありがたいことに言っていただけることが多くて、でどんな風にやってるんですかってね質問をいただくことが多いんですね。でもですね、僕が生配信で特別今使ってる機材としてはそんなに高いものは使ってなくて、本当に1個も1万円以下、数千円で買えるものでねやっているので、これだったら結構皆さん真似しやすいんじゃないかと思って、今日はですねそれの紹介をしてみようと思います。なので YouTube ねやっていて、ライブ配信もちょっとねいろいろ環境を整備したいなとか、 YouTube はまだやってないんだけどどういう風にね裏側がなってるのか気になるっていう方はですね、まあ、ちょっとマニアックな内容なんですけれども見てみてください。それでは始めていきましょう。まあ、そもそもなんですけど、まあ、ライブ配信ね普通にやる、ただねライブ配信やるだけだったらもう MacBook とか、まあ普通のパソコン、あと iPhone とか1台あればできてしまいます。ちょっと試しにやってみるんですけど、こんな感じですね。こちらがですね MacBook のカメラと音声ですね、マイク、これをそのまま使った状態での映像になります。まあこれでもね十分クオリティとしてはね使えるかなとは思うんですけれども、より音声と映像ですね、この2つをアップグレードしたいっていう方のためにおすすめのアイテムがあるので、そちらの方をご紹介していきます。はい、これがね普通の、まあ、いわゆるライブ配信の画面ですね。まあまあ画質もね、まあ、そこまで悪くもないと思うし、音声もね、まあ、そこそこ聞き取りやすいので、まあ、これでもいいかなと思うんですけどもね、まあ、よりですね、クオリティこだわりたいよっていう方はですね、僕がまあこれから紹介する2つのアイテムちょっと参考にしてみてもらえると嬉しいです。はい、でその2つのアイテムというのが、大きく分けるとも映像と音声ですね、この2つだと思っています。まあ、ライブ配信ではぶっちゃけ、まあ、動画もそうなんですけど、音声とこの画質、この2つ両方がねあれば、まあ、クオリティの高い映像とね、見られやすいんじゃないかと思います。はい、でまずはねじゃあ映像の方からいこうかな。映像の方をね簡単に説明しておくと、まあ、僕はですね普段、この一眼カメラを立てて、三脚を立てて、それでこう録画をして動画を撮ってるんですけども、それと全く同じカメラ機材を使ってこう生配信もしているんですね。でそれはどうやって実現しているかというと、こちらですね、こちらの、超小型のですねキャプチャーボードというものを使っております。これねカメラの映像をこのパソコンに取り込ん でそれをライブ配信に使うためにはですね、こういったキャプチャーボードと呼ばれるアイテムがねこれ一つどうしても必要になってくるんですね。で今まではですね ATIV mini っていう、まあ、結構ガッチめの機材使ってました。値段もね数万円して、で、まあ、大きさもそこそこあるし、配線とかも結構たくさんね使う、ものを使っていたんですけれども、まあ、最近はですね、まあ、ちょっと一周回ってというかですね、こちらの小型のねキャプチャーボード使っております。で、これのいいところはですね、もうカメラと HDMI でもうつなぐだけでもうこのパソコンにですねこの画像を取り込むことができるんですね。他に電源とかもいらないので、これ挿すだけで電源も供給してくれる。で画質もですね、フル HD の 60p とかであればこれね伝達をしてくれるので、僕の場合はライブ配信だとフル HD でやることが多いので、まあ、フル HD の 1920×1080p かなの画角であればもうこれでね十分対応してくれるしてくれるっていうものですね。でこれちょっと前のね動画でもご紹介したもので、その時は、ゲームの画面ですね、 Nintendo Switch のゲームの画面をこれを使って取り込んで、そのねパソコンの画面でゲームをしたりとか、あとはこうゲーム実況ですねに使えますよっていうものでご紹介したので、まあこういう生配信だけじゃなくてね、こうゲームをよくする人とかゲーム配信をしたいですよっていう方、そのねキャプチャーを撮りたいですよっていう方はこれね、いいんじゃないかと思います。まあ今まではね本当に結構高いものを使ってたんですけど、まあ、2回目使いますとか、こう音声の切り替えとか頻繁にしますっていう方はですね ATIV mini 使った方がいいと思うんですけど、僕の場合はですねほとんどこう画角とかも生配信中は変えることがなくって、で音声とかも切り替えることないので、まあ、それであればね一番シンプルな形、これ1個ねポーチの中に入れておけばこれだけで事足りるので、まあ、これをね今メインで使っております。まあ、キャプチャーボード1個あると本当にこうウェブ会議とかいろんなところでね、これ使えるので、
まあ、1個ですね、これ用意して、思っておくと、これからの、ね、時代、このリモートの時代は、ね、活躍できるんじゃないかなと思います。続いて2つ目のポイントですね、まあ、先ほど言ったそう画質のところと音声のところの音声についてお話をするんですけども、僕はですね今こちらのマイク使っております。マランツの、マイクですね、コンデンサーマイクと言われるもので、まあ、本当にこうレコーディング用とか楽器の収録用とかそういったものでも使われるものです。まあ、なのでさっきからね、結構音声聞いてもらってると思うんですけれども、普段僕がまあピンマイクとかで撮ってる音声よりも、まあ、さらにですね1段階、クリアで、いい音になってると思います。まあ、一番最初の冒頭のね MacBook の音声、 MacBook で収録した音声よりはですねかなりいいんじゃないかと思いますね。で、これね僕がなんで使ってるかってね理由はまあ2つありまして、まあ、1つは安くて Amazon で買いやすい。今ちょっとね、まあ、リモートの影響もあって在庫が割と切れがちらしいんですけども、1万円以下っていう価格でこの高品質なコンデンサーマイクが買えるっていうところで、まあ、取り入れやすい金額感っていうところもあってですね、こちら使っています。でこれはねもう2台目なんですよね。まあ、最初1台使っていて、でそれがねちょっと不注意で壊れてしまって、で新しくまた買い直してもらったりもするんですけれども、まあ、結構ねこのコンデンサーマイクって割とデリケートなのでそこそこ壊れやすいらしいんですよ。なので、まあ、3万4万とかね高いマイク買ってそれを壊してしまってまた買い替えるってもちょっと悲しいなと思うんですけども、まあ、このマランツだったらですね、まあ、たとえ壊れてしまってもそんなに出費が痛くないというか、またねすぐに買い替えることができるなと思ったので、まあ、これはねいいなと思って選んでおります。でもう一つのポイントは、まあ、これが重要なんですけど、これね USB でね、入力ができるんですね。こういったコンデンサーマイクって普通は XLR だったかな、別の、ね、端子が必要なんですよ。でそれを、オーディオインターフェースっていう機械に取り込ん でそこからさらにパソコンに取り込んでっていう、ね、形になるので、まあ、結構機材も多くなっちゃうし、こう電源の数も、ね、たくさん必要になるしっていうことですごく取り回しがしづらいんですね。まあ、なので本格的に例えば音楽制作をやりますよとかスタジオ組みますよみたいな方はそちらの、ね、端子でもいいと思うんですけども、まあ、こんな感じ僕みたいにこうさっとねこの配信環境を組んで配信しますみたいな時は、まあ、ちょっとね、使いづらいかなということで、こちらのですねマランツ USB 対応のものを使っております。結構ねここがね、間違えて買っちゃう人多くて、 USB の端子がなくてどうやってつなげるか分かりませんよみたいなね話も多いんですね。なんですけどこれは本当に普通の USB 端子をね挿してパソコンにつなげるだけなので、誰でも簡単にですねこの高音質の音声を取ることができますっていうものですね。まあ、なのでこれはすごくね初心者でも買いやすいし、値段も安いし使いやすいし、まあしかもね音もいいしということで気に入って使っております。マランツのマイクですね。はい、というわけで今日はですね、まあ簡単に僕が使っている生配信の機材2つご紹介させていただきました。1つはカメラの映像を取り込むキャプチャーボードと、もう1つはこのマランツのマイクですね。まあ先ほどのキャプチャーボードも本当にこう数千円3000円4000円ぐらいで買えますし、こっちの、マイクもですね1万円以下で買えるので、まあ、意外とねこのライブ配信用の機材を揃えるねハードルって低いんじゃないかなと思います。でどちらもね、いい製品なんですけれども、まあ、もしねどちらか一つ選ぶとしたら、僕はですねこちらのマランツのマイク選ぶかなと思っております。まあ、なんでかっていうと、まあ、こういったね動画と違ってライブ配信ってどうしても長くなりがちなんですね。まあ、30分とか、まあ、1時間とか人によってはもう2時間3時間とかねやるものだったりするので、そうなってくるとみんなねあんまりこう映像を見てないんですよ。まあ、映像よりもどちらかというとこう音声イヤホンとかをしてね、まあ、結構音声中心で楽しむっていうことがね、まあ、僕もそうなんですけど、多いんじゃないかと思うんですね。移動中に聞いたりとか、まあ、部屋の中で流したりとかっていうところが多いと思うので、まあ、そういった場合で言うと、まあ、画質はそこそこでもいいから、まあ、こっちの、ね、音声の質の方にこだわってあげた方が、まあ、よりねライブ配信のクオリティとしては上がるんじゃないかなと思います。まあ、これ1本あればねライブ配信もそうですし、こうラジオ的なコンテンツも作れると思うので、まあ、これは本当にまあ人気のねアイテムなんですけども、1個ね、こういった USB 式のコンデンサーマイクあるといいんじゃないかなと思います。まあ、こんな感じでですねこのマイクとこのカメラね使って、月に1回ライブ配信してますので、まあ、もしよかったらですねそちらの方もいつもチャンネル見てる方はですね見に来ていただけると嬉しいです。はい、こんな感じで、ね、このチャンネルモノグラフではこういったガジェットに関する情報だったりとか、インテリアに関するお話ねよくしておりますので、もしこの動画が参考になりましたらぜひいいねもしくはチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフの古口でした。バイバーイ。